一本筋が通ってる感じはあんまりないんですけど、ソロで新、音源出したり、バンドで、アメリカで出したり、人の土俵で働いたりとかそんなことばっかしてて、まあでも最初は出した、もうデビューしたの20年前ぐらいなんですけども、まあ小学生時代って言われたりとかしてその後はちょっとあんまりにも童顔なんで、あの頭を坊主にしましてそしたら今度宇宙人、失礼、宇宙人時代っていう感じになってて、なかなかいつになっても定まらない感じですね。最初松江潤って名前でカーネーションのプロデュースでデビューしたんですけど、その後スプージーズっていうバンドを結成して、で、しばらくやってました。アメリカツアーしたりもしましたけど、実はバンドを結成してちゃんとやったのは後にも先にもそれだけなんですよね。でその後はまたギターインストのソロを出して、ちょっとジェフ・ベックとかそういう大好きなギタリストを思いっきりあのそういうのやってみるっていうのをやって、仲間集めて純松江グループっていうので、まあ勝手に伝説のライブとか行ってあのやってましたけど、またやりたいなと思いながら最近またこんな感じでグラサンでごまかしてるんですけど、サポートはもう本当に古くはピチカート5とか、代表的なところではゆきちゃんとか、そうですね、まあ本当にたくさんあるんですけども、スネオヘアとかその辺は長いことやってますね。最近はメレンゲ、このバンドも活動歴は長いんですけども、がっつりやったりしてますね。ギタリストとしてっていうのはなかなか難しいんですけど、嫌いなギタリストはいないっていうのもあって、何でもかんでもあのギターっていうとワクワクしてしまうんですけども、ただ音楽的にはその最初の出発点が YMO だったりとかして、そこには今でもなんかこう囚われてるというか抜けられないところはありますね。だからまあすごいギターを弾くことは好きですし、ギタリストとしてっていう、自分がギタリストであるっていう自負はしてるんですけども、でもあの音楽、聴いてる音楽は YMO じゃないですけども、あのあんまりギターばっかりじゃないっていうか、ニューウェーブとかそれ以降のまあ、テクノとかそういうものを聴いてることも非常に多いですね。リリースするっていうことが決まって作ったわけじゃなくて、割とまあ既にあったといえばあった曲なんで、作った時にはですね、そのまあ今既に用意しているあのヘアスタイルは口ほどにものを言うという曲があるんですけども、未発表のその曲と合わせてこの曲もありましたね。そうですね、まあ基本的に自分のバンドがあって定期的なアルバムをリリースしているとか、そのいついつにコンペがあって締め切りがあるとか、そういう形の、曲作りに追われてる生活はしてるわけじゃないので、本当に作りたくなった時に作りたいものを作るみたいな形でやってるんですけども、やっぱいろんな音楽聴きますし、好きな音楽ってその自分が仕事で演奏してる音楽が面白ければ面白いほど、全く違う国の違うジャンルの音楽を聴いたりとかもしたりもしたするので、なんかふと夢を見るような形で、何ですかね、なんか料理を作るような感じだというか、なんかポコッと出来上がってくるようなイメージがあるんですよね。聞こえてくるというと、まあ、あまりもかっこいいんですけども、そんなにおこがましいものではないんですけども、なんか突き動かされるものがありますね。これを形にしたいなみたいな、そうやってできたものが
まあ、ストックされていくんですけども、そういうものは比較的ちょっと大事にしてますね。だから新しい、まあ、機材があったりとか、そのシステムが変わった時にもう一回開いてみてちょっとアレンジメントしてみたりとか、そうやってなんかブラッシュアップしていくようなことをしたりするのを、まあ、楽しんでるような感じはありますね。僕はですね、完全になんか時代考証なんですよね。なんか好きな、例えば82年と84年もしくは79年とかっていうのはですね、僕にとっては全く違う時代でして、その時に自分が何してたかっていうことと、その時知らなかったけどもこんなレコードが発売されていたとか、でその時こんなテレビ番組が流行っていたとかですね、で、まあ、この頃まだある映画スターまだ生きていたとかですね、なんかそういうのがですね、自分の中のこう年代ごとのなんか箱みたいのがあって、そこにポコポコ入るんですけども、その時代の匂いみたいのをなんか形にしたい時はありますね。その今それをここに持ってきたらどういう感じになるのかなとか、今の人が聞いた時に、当時の音楽を聞いた時に、その音だけしか聞いてないわけじゃないですか。その時代背景がなくて、その時にどういうふうに聞こえるのかっていうのとかには非常に興味があって、そういう人たちが聞こえる感覚のフィルターを通して作りたいなと思ったりとかする気持ちはありますね。サングラスといえばっていうのは寺尾明のレイバンだったり、横浜銀杯のキャッツアイだったりとかするわけで、やっぱり人はなぜグラサンで強気になるのかっていう疑問もありますし、なぜそのグラサンをしてる人を見ると人は弱気になるのかっていうのもありますけども、やっぱり少年時代はかっこいいなって思ったんですよね。その自分が強気になっちゃったり、かけてる強気の人を見て弱気になるというよりも、かけてる人を見てかっこいいなとか思っていたんですよね。かけたいなみたいな、かけたら僕もどうなっちゃうのかなとか、そういうことは思ってましたね。ちょっとですね、少年時代の体験なんですけど、僕のグラサンのグラサンといえばっていうのがあるんですけど、っていうのかな、少年時代にですね、ジュリーの家の近くに住んだんですよ。沢田研二さん、隣が花はじめさんの家で、でサインをもらいに小学校の帰りに何度か行ったんですけども、ジュリーはいないのよって言われて、奥さんが出てきてですね、なんだよみたいなことを言ってたんですね。その出てきた奥さんに向かってジュリー出せみたいなことを言って、ベスト10の日じゃないからいるはずだとか言ってたんですけども、ジャポニカ学習書を差し出して、それでなんだよあの女なんて言ってたんですけど、その言ってた次の日かなんかに、そのジュリーの家のジュリーの奥さんがですね、まあ、要するに双子で、要するに、まあ、要するにザ・ピーナッツだったんですけども、後で知ったんですけども、歩いてたんですよ。ですごいびっくりして二人になってるみたいな。でその時はですね、まあ、ザ・ピーナッツっていうとやっぱこうベリーショートみたいなモツラみたいなイメージがあるんですけども、その時もすでにですねザ・ピーナッツとしてはやってなかったと思うんですね。でもう70年代ロングでオーバーサイズのサングラスをしてですね、ファーのついたコートにロングブーツでメーテルみたいな格好をして、同じ格好した2人がですね、カツ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 とですね、まあ中町深さんのあたり歩いてたんですね、うちの前なんですけど、それびっくりして、それで母親に話したら、まあ、あれザ・ピーナッツだったんだよなって聞いて、なんだよピーナッツってみたいな感じだったんですけど、その時の サングラスがですね、まさにだから、イエローマジックオーケストラのファーストのジャケットのサングラスみたいな、サングラスの女みたいな、ああいう感じのインパクトで、
まあ後々大人になってからそういう70年代ファッションとか80年前後音楽が好きになっていったりとかして、いろいろ見返した時に、まあ、すごいかっこよかったなとか思ったりしたんですよね。そのファッションがかっこよくて、でそのサングラスの印象はとっても強いですよね。で、まあ後でその知ったピーナッツはすごい可愛らしい女の子の感じだったんですけども、僕の知ってるその2人はですね、ものすごい強気でかっこよかったんですよね。そのやっぱサングラスの女っていうのを言うと、もうその当時のピーナッツ解散後の二方のイメージですね。冬の真冬とかにですね、そういうデュアンエディとか聞いたりとかですね、全く関係ないその季節に聞いて思いを馳せるとかいうことも大好きなので、どういうシチュエーションで聞くかはもう本当に自由なんですけども、ただもう音楽だけでこう嫌おうなしにその夏の終わりのこう肌触りというかですね、そういうところに連れてかれるっていう、そういうものがこうできたんじゃないかなと思いますね。これはもうほぼリリースするために作ったというよりも、本当にそんな季節にですね作った曲なんです。でただうちにあったそのトラックなんですけども、このような形で拾われてリリースされることになったんですけども、まあ、意図的に作ろうと思って作れるものなのかどうなのか分かんないんですけど、作りかけのような感じもしてますね、自分の中では。俺に全くキーボードとかも入ってないんですけども、なんか入ってないんだけどそれを想像させるみたいな、そういうところもあるのかなと思ったりして、まあ時が経ったからこそ受け入れることができる感じの曲ではありますね。そうですね、まあ素朴な疑問シリーズっていう話もありますけども、そうですね、シリーズ化はしたいです。でまあこのシチュエーションレベル自体が一つのシリーズ化、いろんな形の7インチを出していくという形なんで、まあいろんな人の作品が出るっていうのがまず第一なので、まあいつ僕とかまた戻ってくるかはちょっと分かんないんですけどもでもまあシリーズ化できたらいいですね。こういう形でリリースできるのは曲がいきますからね、1曲ずつ2曲ずつという形で出していけるのも僕のペースにとってもとてもいいですし、まあでもアルバム出したりまたなんかライブやれたりとかする方向に向かえたらいいなとは思うんですけども、なんかシリーズ化すると見えてまたちょっと形態を変えてみたりとか、そうやってなんか毎回また違うことやっていくみたいな意味でのシリーズ化みたいな、そういうのも面白いかなと思いますけどね。そうですね、まあなんかやっぱ勇気の出る曲だと思うんですよね、本当に。そのやっぱその風呂敷を広げるっていうことがですね、まあとってもいいことだと思うんです。僕もよく話持ってるってよく言われるんですけど、やっぱそれまあいけないことなのかもしれないんですけども、でもそれによって傷つく人もそんなに多くなく、話を持ったことによって楽しいなっていうことは多いんです。なんだろうでしょうか、要するに感情なんですけども。こんな夢見たよとかこんな気持ちだよっていう時に、それはですねやっぱちょっと話を盛らないとですね、気持ちまで伝えるのは難しいんですよ。だからそこまでじゃないんですけど、本当のこと言うとですね、本当のこと言うとですねそこまでのことではないんですけどもまあでも気持ちはあるので、気持ちをプラスした時にですねちょっとこう話を盛らないとですね、その感情まではこのハートが伝わらないので、そこをですねやっぱ風呂敷を広げるという言葉でちょっとしつこく伝えてるんですけども、
まあとっても勇気の出る曲だと思います。浦さんもあの皆さんするとやっぱ偏頭痛とかにもですねの予防にもなるみたいなんですよ。あとあの紫外線とかもですねもちろんカットするじゃないですか。紫外線は非常に疲労を生むらしいので、そういう意味でのあの紫外線予防とかですね偏頭痛予防とかにもあのすごい意味のあることなんですよ。これただ単にファッションだけじゃなく、ぜひともその浦さんはした方がいいので、どうせするならあのいろんなグラサンをしたいじゃないですか。いろんな形のグラサンを。僕もこの後キャッツアイに変えようかなと思ってるんですけどね。